デボ200系206微細鉄道デボ200系電車は微細鉄道が申請した木造4軸ボギー車。1923年にデボ201から207の7両が日本車両製造で申請された。1925年に微細鉄道は名古屋鉄道に吸収合併されたが本形式は車番、車種記号ともに変化はなかった。 後年、デボ201.202の2両が、柳橋駅下路駅直通列車用の特別使用車に改装され、デボ250系251.252と改装、改版された。貫通路や便所等が設置され、1933年7月より、デセホ750系755.756に代わり運行された。その後1940年に、 高山本線直通列車が土曜、休日の運行から毎日一往復の運行になると、同列車には、鉄道省の客車が使用されることになり、高山線直通運用から外れた、本形式は、便所等を撤去し一般運用に戻された。現、名古屋鉄道設立後にも200型、も250型と解消され、戦後は600ボルト線区の瀬戸線、蒲郡線、 西予選で使用された。その後、四川区の河川電圧1 5 0 0ト昇圧に伴い、最終的には、全車が、伊比線谷組線に集結し、1966年に、全廃された。なお、廃車直前の1965年にも205が、制御車化され、区2050型となっていた。清水武氏。 田中義人、名古屋鉄道車両市場館アルファベータブックス、2019年、36ページ。ISBN 978から48億6598万8475。ありがとうございます。